IF さんの諜報部の上司ってイースンさんなんですよね。ええ、そうよ。競争をやりながら諜報部の管理もしてるの。よくあれだけ働けるもんだって感心するわ。へえ、諜報部の時のイースンさんってどんな感じなんですか？私競争の時しか見たことないから。まあ頭はいいし情報もすごい持ってるし優秀な人なんだけど。イストワール様、次の犯罪発生箇所の予測ポイントは？今割り出しています。割り出していますが、あと3日はかかります。それじゃ手遅れですよ。あの、この容疑者の情報はご存知ですか？あ、見覚えがあります。ただ思い出すのに3時間はかかりますよ。なんとか3分で思い出してください。すみません、マジコンの反復状況をまとめた地図が至急欲しいんですけど。構いませんが、今から作業に入ると3ヶ月はかかりますよ。3ヶ月もしたら状況が変わっちゃいます。何をやらせても時間がかかるのが欠点なのよね。あはは、イースンさんらしいといえばらしいというか。